はい、どうもです。神と人間の歯、その名も尺です。はい、皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは、お疲れ様です。すべてのね、釈迦大師チャンネルを見てる人におはようはい、ということでね、始まりました釈迦大師チャンネル。今回はなんと大食いです。ビッグマック、10個大食い選手権、イエーイ。まあね、僕こう見えてね、まあホストもやってますし、まあいろんな方からね、痩せてると言われて、細くて大丈夫って言われるんでね、ことわざにもあるように痩せの大食いって言うじゃないですか、ね、底力をね、見せてやりたいと思います。それでは行きましょう。買っちゃいましたよ。ビッグマック10個、バチッといきますはい、ということでね、ここにビッグマックをね、10個用意しました。すごい量ですね。ベルリンの壁って感じですかね、やっぱり。ビッグマック10個まで食べることないんじゃないですかね。頑張って2個ぐらい底力を使って食べていこうかなと思います。やっていきましょう。これからいきます。いただきます。完食しました。イエーイ。完食したのこっちに置いていきましょう。2個目いっちゃいたいと思います。これ4個ですね。ういっす、いただきます。一口目からヘビ、ちょっと水を飲もうかなと思います。これはね、結構ガッツリきますね。あの1個食べた後の2個目の重みがやっぱすごいですね。うーし、マヨネーズぴったり。もういいかな。はい、もういいかな。なんと、OK、カメラ OK かも。とりあえず、食事を飲むか。あとちょっとこっちでやりますわ。え、何ですか。多分ね、今のペースだと10個無理。まあまあ、うん。だから、空箱だけ見せて、完食、1個目完食は見せたから、もう2個目もこっち使っていいか。これ使って完食、完食、完食って10個目まで取っていこうか。え、食べないんですか。食べなくていいでしょ。いや、なんかやらせっぽくなりません、ね、なんかこういいでしょ、だって無理でしょ、これ。いや、まあ、持ってみて、持ってみて。いや、まあ、はい、いや、まあ、これ食べる。まあ、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 でも、こう、やりきるっていうか、例えば、その、食べれなくても最後までこう、例えば3個でも2個でも食べきって、なんか、うわ、もう限界でした、みたいな。それ、皆さんで食べましょう、みたいな。それは、見て楽しいかな。ビッグマック3つ食べる人の絵って見て楽しい。いや、楽しくないですよね。でしょ？一つで十分。見てる方もやっぱ満腹感は出るかもしれないですね。これいいじゃん。あの、痩せてる釈迦が10個食べました。うん、すごいでしょって、それで仕事来るかもしれないじゃん。でも今後でもその仕事来た時にその10個食べたんですよ、すごいですって言って、実はあれ食べてないんですよって、じゃあ何かの企画で食べてくださいって言われたら食べれないんですよ。いや、また編集すればいいじゃん。いや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 、やっぱね、今回はあの世界の果てまで一滴張りにね、ちょっとやっていこう。いいじゃん、いいじゃん。かなり編集ですね、うん、編集の力みたいな。編集でいけるでしょ。まあいけなくはないです、ね、いけるでしょ。なんか僕はやっぱりその何食べきれなくてもやりきるのがやっぱ、だから食べきれない動画を誰が見て楽しいんだっていう話、うん、でもやっぱ視聴者さんがどう思うかじゃないですか、やっぱそこ、うん、それを見てくよ、ファンが。まあまあ、だって10個買ってきてんだよ、もう。はい、いろんな大食いの動画上がってるけど食べれませんでしたって果敢にね、うん、チャレンジしてるんだけど、かなりの量食べてるからね。10個っていうと大食いの部類に入らないぐらい、彼らから言わせると。だからこれぐらいクリアしとく絵を欲しいの、うん、まあいいよ、いいよ、やればいいんだよ、やれば、うん、ちょっとやっていこう。じゃあ続きからいこうか。
やっていく。いや、それじゃちょっともう釈迦ですチャンネルじゃないですよ、それは。いやいや、もうそれはもう YouTube です、ただの。これでもう、はい、完食完食、1個1個1個2個3個完食完食って言ってきゃいいんだよ。編集の力でしょうけど、僕はやっぱそのありのままを伝えたい。やっぱ視聴者さんが離れていくとか、そういうのはもう僕の中でやっぱ二の次だと思いますね。今僕が伝えるべきことをやっぱ伝えていくのが YouTube ですし。何青いこと言ってんだよ。こんだけスタッフが関わってんのにやんないのこれ。3つ食べて終わり。いや、まだ2つも食べてないんだよ、2つも、はい、これすらきついだろ。まあ食べきろうかなと思いますよ、でも。じゃあ、うん、服は、いや食べきってもいいんだけど、はい、10個は無理でしょ。まあさすがに。いやいや、こんな大人が何人も集まってビッグマック3つ食べるためにチャンネル、いや動画1個撮るの。そうです、いや申し訳ないですね、それは、うん、でもやりきりたいっていうのがやっぱいいよ。やりきろうよ、やらせをやりきろうよ。やらせをですか、うん、もう1回やらせしちゃったらもうこの動画はもう何回どこでもやらせになるじゃないですか。いいんじゃない、そういう楽しいものが見たいでしょ、うん、楽しければいいっていう問題じゃなくて、その作品にしちゃうのよ、そういう作り物としてね。食べた食べてないかは俺と釈迦が黙ってれば分かんないんだよ、うん。まあ、せっかくこうやってね、釈迦のプロジェクトが、ね、動いてるんだけど、もうはっきり聞くけど、これやるのやらないの、うん、それだけでいいよ。やらせをやるかやらないかですか。うん、僕は釈迦のその思い、はい、うん、どっちでもいい、やるかやらないか。まあ本当にここまで用意してもらって、こういう風に作ってもらったのはすごい嬉しいですし、まあ、夢が叶ったもおかげさまだし、うん、けどやっぱ僕はやらせだったらやらないですね。やらない、はい、曲げるつもりはないですね、やっぱ。うん、そしたら僕の最上釈迦っていうもの自体 もう否定することになって、うん、もうやらせと演出って紙一重だからさ、はい、これ演出だと思えばいいじゃん。僕は本当ダメっすね、そういうのは。申し訳ないですけど、なんですかね、裏切りたくない。今まで僕を良くしてくれた人とかお客様も含めて裏切りたくない。いいよ、もうあれだ、命令だ、もうやれやれ。いいえ、やんないです、僕は。本当に申し訳ないですけど、食べろって、ほら。いいっすよ、食べろって。もうそんなんだったらちょっとマジでやんないっす。いや、わかんねえやつだな。すいません、ちょっといいですか。ちょっと無理っすわ。本当かよ、はい、ちょっと無理っすわ。じゃあ分かったから、とりあえず戻って。分かった分かった、うん、分かりました。一回戻って、はい。やらないっていうのは簡単だからさ、ね。で、合格です。今回ですね、釈迦にやらせを仕掛けたら応じるのかどうか検証企画でした。何なんですかそれ。いや拍手じゃないですよ。合格です。めっちゃ怖かったから、本当に。あ、いや、いや、よかったっすよ、本当に。チャンネルがなくなるかと思ったでしょ。そうですね。せっかくかなったのに、僕の発言で申し訳ないと思って、やっぱ曲げたくなかった。はい、ということでね、一時大変な事態になったんですけども、これがドッキリでよかったなと思いました。やっぱり僕は裏切りたくないですし、正直な自分を見せていきたいので、まあちょっとしたね、小ネタみたいなのはあるかもしれないですけど、それがもう全部やらせだったら良くないなって思って。いやー、でも引っかかりましたね、僕は。やっぱりそういうのをやっていかないと生き残れないのかな、僕が成長しないととか、いろいろこの短時間で考えてしまって、はい、そんなね、大人の世界に染まらずにね、いろんなことをやっていきたいっていうのがやっぱ僕のね、夢でもあるのでね、それを貫いてこれからも行こうかなと思います。皆様ここまで見てくださりありがとうございます。どうだったでしょうか。あんなトーンで喋る釈迦なんて多分見たことないですから、もう僕もちょっとびっくりですし、新たなね、まっすぐな釈迦をね、見てくださると思うので、ぜひいいと思ったら高評価、チャンネル登録、そして Twitter もインスタもやってるよ、フォローしてね。では次の動画でお会いしましょう。さようならです。